皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2015年の12月の10日木曜日ですね。時間がちょっと遅れまして、午後7時20分ということで1時間ちょっと遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このシリーズとして野党政治家も大手マスコミも学者も有識者も決して言わない日本と世界のタブー50と、その中の今日は3で16から20ということですね。あ、土山純一さんですね。毎日ありがとうございます。コンティニューコインが2枚と、それからお茶が5杯ですね。そして、昨日の放送、フランス語放送の後ですね、コメントいただいた砂ずきんさん、日刊ゲンダイ、検察有利は歴然、刑訴法改正で冤罪事件激増の恐怖と。こういうことですね。それから私の昨日の放送の普通日号記事ということで、金融権力とは何かというか、先週ですね、の水曜日、そして5の2が昨日の軍事権力とは何かということですね。から砂ずきんさん、これの繰り返しは愚の骨頂、生活者民、共産の核とはオリーブを急げと、民主プラス末の維新は戦争法案が曖昧と、日本会議の改憲議員を応援させる羽目になると、民意はオリーブにありというですね。シカゴさん、フランス語版スライブですね、ということです。あ、それからジョナチャンさん、機会があったら放送コラボしませんかというご提案ですけど、具体的にどういうふうにすればいいんですかね。ということです。今日の放送を始めますけど、最新のお知らせですね。利根運河さんですね。お茶ですね。ありがとうございます。これは2007年9月27日より始めましたブログですね。スリラミからの情報発信ですの訪問者総数が昨日の時点で420万1000名様、閲覧者総数が1152万7000、ページビューとなりました。ということで、おかげさまでありがとうございますということですね。から今日の推薦画像ですけど、これは鳩山元首相がパリ同時テロの真相についてと、日本を開くと、未来塾、ワールドフォーラムシンポジウムで発言して、彼は、要するにパリの同時テロを実行したイスラム国というのは CIA が作ったんじゃないかという発言をしたということなんですね。これは稲造さんですね。コンティニーコイン2枚ですね。シカゴさん、コンティニーコインありがとうございました。利根運河さん、土山さん。鳩山元首相。彼なんか来年の参議院に全国区で出てもらいたいですよね。全国区だったら当選するんじゃないですかね。あと、孫崎さんも一緒に。で、山本太郎と連携してもらいたいというふうに思いますけどね。花さん、コンティニーコインですね。稲造さん、コンティニーコインが2枚ですね。ということで、シカゴさんが放送中リツイートしてくれましたね。ということです。それと今日の一言ですね。これは桜井ジャーナルさんの記事の中に出たんですけど、作家の堀田芳恵は巡り会いし人々の中で次のようなことを書いてるということで、ヨーロッパ各国の旧貴族たちはそれぞれどっかで血がつながっていると。すべて親戚なわけです。例えばベルギーのブリュッセルに EC の事務局がありますが、その EC の幹部たちのほとんどは旧貴族です。つまり旧貴族の弟子たちが今では EC すべてを、今の EU ですね、すべて取り仕切っているということになりますということですね。だから、なんで小国のベルギーのブリュッセルに EU の本部と、それから NATO の軍事本部があるっていうのは一体何なのかということを、前から疑問に思ってたんですけど、結局、ベルギーの王室ですね、
あそこがかなり闇に、暗闇にですね、実態が分かんないんですけど、相当悪いことをしてきたと、特にベルギー、イギリスの、ウィンザー朝が最悪ですけど、同じぐらいベルギーの、王族っていうのは、かなり、アフリカの植民地でですね、散々悪いことしてきたんじゃないかと。ということで、わざと NATO と、それから EU の本部を、ベルギー王室の本拠地であるブルッセルに置いたというふうに私は思うんですね。で、一つは、例の、広島に落とされた原爆の原料のウランというのは、ベルギーの旧植民地のコンゴのウラン鉱山から取って、ベルギー王室の手でアメリカに渡ったというふうに言われてですね。それと、日本で原爆の開発をしてて、結局ウランが原料として足んないということで、ナチスヒトラーの方がですね、潜水艦に60トンのベルギー経由のコンゴの鉱山から取ったウラン鉱石を60トン日本に向けて、発進させた。ただ暗号が解読されて、その潜水艦、ナチスの潜水艦は途中で、アメリカ艦艇に拿捕されたと。で、その後ですね、そのナチスの潜水艦に搭載された60トンのウラン鉱石が一体どこ行ったかということなんですけど、おそらく、アメリカが開発した、広島に、投下したウラン型原子爆弾の原料にそれも使われたんだろうというふうに私思ったんですよね。ということで、杉浦さんが放送中ですね、リツイートですね、今日のメインテーマですね。それとシカゴさん、動画、鳩山元首相、パリ同時テロの真相についてと、日本を開くと。これなかなか面白いですよ。ということです。それと今日の一言は結構あるんですけど、全部で7つぐらいですね。で、他は私の言葉ですけど、2番目、今日の一言。原爆と原発は表裏一体の関係と。原発稼働で原爆製造に不可欠なプルトニウムが毎日生産されるんです。ですから3番目、安倍晋三が第2、第3の福島第一原発大事故勃発の危険を承知で各地の原発再稼働を強行するのは、国民を再度被爆させても近い将来、日本の核武装を強行するという予定があるからだろうとですね。から4番目、戦争は1、内戦、2、世界支配階級の内政干渉、3、他国への侵略、4、無差別テロによって引き起こされると。戦争はなぜ引き起こされるのかという原因なんですね。4つ一応挙げたんですね。で、内戦を起こさせないためには、世界支配階級の内政干渉と侵略戦争をなくすことなんですね。で、世界支配階級の内政干渉と他国への侵略をなくすってことは、各国の国民がファシスト独裁の登場を絶対に許さないということなんですね。で、このファシスト独裁者が登場すると、必ず、他国への内政干渉をすると、そして他国への侵略を開始するということですので、各国の国民がですね、絶対にファシスト独裁の登場は許さないという戦いをしないといけないということですね。それから無差別テロをなくすにはどうしたらいいかと。で、これはやはり狂信的な洗脳された若者が宗教指導者にですね、説教され、洗脳されて殉教者として、死ねばアラーのもとに、天国に逃げるという全くの偽りの教義をですね、
若者、子供たちに、説教、洗脳することを一切禁止せよと。で、この原理主義的な教義というのは、ユダヤ教であり、イスラム教であり、キリスト教でもある、みんな共通してるんですよね。共通っていうのは、唯一神を絶対的に信仰すると。だから、先民思想があると。自分たちは先民であると。エリートであると。だから、ハルマゲドン神話というんですね。いわゆる、選ばれた、神に選ばれた、我々がですね、神を信じない廃墟者たちを、と最終戦争して、勝つ。そして、神が降臨して平和な世界になるよという、ハルマゲドン神話というのが旧約聖書の中に書かれてるんですけど、それを信じる若者が多いと。それから4番目、殉教者神話ですね。いわゆる殉教的に、自爆テロを しても、お前はあの世では神に会えんだよということですよね。で、そういうことを宗教指導者が、まあ大人に対してはそれほど信じる人はいないかもしれないですけど、何の価値観もない真っ白な子供あるいは若者にですね、この原理主義的な教義、唯一絶対信仰を強制し、先民思想を与え、ハルマゲドン神話を洗脳し、殉教神話を、殉教者神話ですね、を毎日毎日ですね、子供や若者に説教して洗脳するということから、イスラム国のようなテロリストが大量に生まれるということですので、このような原理主義的な教義を宗教指導者が子供と若者に説教し洗脳することを一切禁止すること。それから5番目、そういうことですね。だから戦争は内戦とか内政干渉とか他国への侵略とか無差別テロによって引き起こされる。例えば例のアフガニスタンとかイラクへの侵略戦争を開始したのが、2001年の 9.11 を自作自演ででっち上げて、アルカイダがやったというふうにでっち上げて、自作自演した当時のブッシュ大統領、チェイニー副大統領、ネオコンたちがアメリカを乗っ取ったんですね。で、まさにファシスト独裁で登場したと。で、アメリカ国民は例の911あのテロでショック状態になって、結局彼らの自作自演のテロを真に受けてですね、彼らがアルカイダがやったんだという大手マスコミ報道を含めて、鵜呑みにしちゃった。そして、犯人のアルカイダをかくまっているタリバン、当時のタリバン政権、合法的なタリバン政権、アフガニスタンを倒すんだということで、2週間後ですよ、9.11 の2週間後にすでにもうアフガニスタンへの侵略戦争を開始する。そして、同じようにタリバンと強い絆があって、大量破壊兵器を隠し持っていると。核兵器あるいは毒ガス兵器あるいは細菌兵器等々を隠し持っている、フセイン独裁者を打倒することが自由と民主主義を打倒した上で、イラク国民に、アメリカが誇る民主主義と自由平等の価値観を与えるんだと、解放するんだということで、2003年2年後ですよね、イラクへの侵略戦争を開始したと。ですから結局ファシスト独裁が登場すると、
国民を弾圧し、海外では侵略戦争する、あるいは 内政干渉すると、他国への内政干渉するということなんで、各国の国民はファシスト独裁の登場を絶対に許さないという戦いが必要なんですね。ベガンラバーさん、コンティニューコインですね、シカゴさん、原発と核兵器技術の保有はコインの裏を持ったと。若見康美による京都大学、そうですね、小出さんが言ってんですよね。まさにそういうことなんですよ。だから安倍がこれほど国民の大反対を押し切って、原発の再稼働を始めてるっていうのはこれしかないんですよ。要するに彼は近い将来日本は核兵器を持つということを計画してるんですよね。そのためのプルトニウムを常に生産製造する体制を整える必要があるということしかないんですよね。電力は十分足りてると、そうするとわざわざ福島第一原発のあの大事故を再び繰り返しても国民が被爆しようが、食料が汚染されようが関係ないと、自分のやりたいことをやるんだと。要するに、岸信介、尊敬する、祖父の岸信介はできなかった、憲法9条を改正して、大日本帝国憲法に差し替えて大日本帝国を復活させ、核兵器を開発して、中国に対抗するんだという、まさに狂ったですね、気違い、バカ、ファシスト首相がまだ3年も居座っているというのは一体何なんだということですね。戦争マッチポンプ、ヒラリー・クリントン、私たちがアルカイダを救ったというシカゴさんですね。青木智さん、お茶ですね、ということです。だから今日の一言の何番目、5番目が、局地戦争が一気に世界規模の大戦に拡大するのは集団的自衛権行使を可能にする軍事同盟を結んでるんだと。ですから日本は日米安保条約を一方的に破棄せよと、韓国は韓米安保条約を一方的に破棄せよと、で英国、フランス、ドイツ、ベルギー、オランダ、イタリア、スペイン等の EU 諸国は NATO 北大西洋条約機構から脱退し NATO を解体せよと。そうなんですね。だから個別的自衛権に限定すれば、たとえ戦争が起こっても局地戦争で終わるんですけど、まあ、典型的なのは第一次世界大戦ですよね。テロによって、当時の宗主国オーストリア、ハンガリー帝国の皇太子夫妻がサラエボで殺されたということで宣戦布告して、だ本来だったらオーストリア、ハンガリー帝国とそれからサラエボのある、セルビア、その2国間での戦争で終わるんですけど、それぞれが同盟関係を結んで、二国間の戦争がたちまちに世界戦争一気に拡大しちゃったというんですよね。から6番目、今日の一言、その国の最高法規である憲法は国民が守るものではなくて、公的および私的な権力者と権力機関が守るものであると言うんですね。だから自民党の憲法改正草案の中に、国民99条の第1項に新設として、憲法は国民が守るものだという、国民が憲法を守り尊重する義務を負わせてんですね。99条、これがまさに全くのでっち上げ、憲法は権力側が守るものなんですよ。で国民は公的および私的な権力者と権力機関が憲法を守っているかを常に監視すると、で守っていない場合は強制的に守らせると
違反者には厳罰を科す権利と義務があるんだと、こういうことなんですね。審査ですね、コンティニコインですね、ありがとうございます。シカゴさん、ジョン・マッケイン上院議員とイスラム国関係、誰がイスラム国を作り上げたとか、だからオバマは何ブズブズしてんのと、マッケインを逮捕しろと、国家反逆罪で逮捕して死刑にしろよと、オバマですね。野党、政治家もマスコミにも学者も有識者も決して言わない日本と世界のタブー50、そのうちの3ですね。今日のメインテーマですね。ワイワイニュースライブ、ただいま配信中という砂月さんですね。というのが今日の一言です。で、今日のスローガンですね。これは毎回、取り上げてますけど、安倍事故、ファシスト政権を打倒しろと。山本太郎を首相に、反ファシスト、戸井先生に結集せよと。から2番目、安倍晋三首相と田臥マフィア一味を、国民反逆罪テロリストとして即刻逮捕起訴し、裁判にかけて全財産没収の上、最高刑に処すべきと、死刑にしろって言うんですよね。もし我々がそれができなければ、日本と世界の一般庶民は、米ネオコン戦争派とイスラエルシオニスト戦争派だと、それに協力する安倍晋三首相と田臥マフィア一味によって、世界金融恐慌と第三次世界大戦、核戦争の勃発によって、皆殺しされるだろうということなんですね。危険極まりないですね。それから今日の騙されてはいけないということで、これはちょっと10個もあるんで、その中の重要なところだけですね。で、現行の小選挙区比例代表制は憲法違反であると。いうことと、それから首相に解散権、衆議院の解散権はないと、全くの大嘘だと、それと内閣には法律の起案権も議会の提出権もないと、これは憲法第73条、内閣の職務に規定されている 7つの職務の中に、法律の起案とか国会の提出っていうのは規定されてないと、憲法第41条、国会唯一の立法機関であるという規定に従えば、法律の起案と国会の提出は内閣の職務ではなくて国会議員の職務なんですよね。だから公明党は政党ではなく創価学会が 100% 支配する宗教組織であると。したがって憲法第20条第1項、いかなる宗教団体も国から特権を受け、また政治上の権力を行使ならない規定に違反する憲法違反、括弧付き政党であり、回答させるべきということで、公明党を解党させるすべきだと。そして公明党を 100% 支配管理する宗教法人創価学会は憲法第20条1項に違反して17年間も自民党と連立政権を組んでいる政権与党括弧付き政党ですね、公明党の名称で宗教組織として国の特権と政治権力を行使している宗教団体だ。ですから創価学会から即刻宗教法人資格を剥奪し、全資産を没収して解散させるべきということですね。井上貴子さんですね。今日のあれですか、ナンバー3ですが、今日のあれですね、配信中ということですね。モフネコウボさん、お茶ですね、ありがとうございます。三枝さん、企業が中国に進出し利益を受けているのにもかかわらず、安倍の支配メディアNHK ほか、朝から中国機関を展開し、報道していると、爆買いなど観光客からの恩恵も受けているということで、NHK ほか、朝から中国機関を展開してるんだ。ということですね。それから、座右の銘ですね。これは、いくつあるんですかな、5つ、6つですね。これは全部ちょっと、取り上げたいということで、世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえないと、宮沢賢治の言葉ですね。これがいわゆるカルト宗教原理主義者が言う唯一神を絶対信仰すると、で自分たちだけが神から選ばれた選民であると、
で、自分たち以外のいわゆる廃墟者は打倒していいんだと、殺してもいいんだという考えに対して、この宮沢賢治の言葉というのはまさに、対抗する言葉ですよね。世界が全体国にならないうちは個人の国はありえないと。だから2番目、命もいらず名もいらず貝も金もいらぬ人は始末に困る人なら困るものない。この始末に困る人ならでは観覧を止まるして国家の大業は成し得られない。最後高まりですね。だから天下の制度に対し天下の対応を行う人とは申しの言葉、どんなに金を積まれようとも金の誘惑に負けて制度をはみ外すことは絶対ない。どんなに貧しくなろうとも志を曲げて金のために悪を働くことは絶対ない。どんなに強力な権力が脅しにかかろうとも恐れ命を惜しんで屈することは絶対ない。だからガンディ7つの社会的罪、マハトマ・ガンジーは1925年10月22日雑誌ヤング・インディアで7つの社会的罪、セブン・ソシアル・シンズを指摘したと。1、道徳なき政治、ポリティクス・ウィザート・プリンシプル、労働なき富、ウェルス・ウィザート・ワーク、自覚なき快楽、プレジャー・ウィザート・コンシアンス、人格なき学識、ノーリッジ・ウィザート・キャラクター、道徳なき商業、コマース・ウィザート・モラリティ、人間性なき科学、サイエンス・ウィザート・ヒューマニティ、犠牲なき信仰、ワーシップ、ウィザート・サクリファイスですね。から5番目、私に一国の通貨の発行権と管理権を与えよう。そうすれば誰が法律を作ろうと、そんなことはどうでもよいと。ドイツ・ロスチャイルド商会創設者、マイヤー・ムシェ・ロスチャイルドの言葉、1790年。それで彼の妻ですね、5人の息子の母親でもあった、グートレ・ロスチャイルドの言葉、私の息子たちが望まなければ戦争が起きることはありません。逆に言えば、戦争が起きるというのは、ロシチャイルの5人の息子が決めれば戦争が起こるんですよということなんですね。砂月さん、お茶です、ね。ということです。そして今日の推薦図書、これは昨日の続きですね。岸信介の秘密で、昨日は2を朗読したんですね。彼は大日本帝国の復活を目指していた。で、今日は3ですね。米国が安保闘争を仕掛けた。岸信介の秘密。252から254。1960年、岸信介は日米安保改定に向かって幕進したと。だがその心中には、大日本帝国復活が存在したと。岸の動きを懸念した米国 CIA は、岸政権を倒す工作を開始したと。米国は岸政権を内部から切り崩すために反対派池田隼人や河野一郎らを使って活動させたが、岸の党内基盤と官界の掌握力が強かった。それで彼らは別の方法を考えた。それが日米安保闘争だったと。これには100万人を超える日本国民が参加した。だがその真相を言うならば、その実態は動員されたというべきだと。米国は経済同友会などを経由して全学園に多額の資金を提供したと。そして学生活動家を中心に安保闘争を主導させたと。同時に米国はマスコミにも強い圧力をかけたと。安保闘争の秘密イコール米国が学生集団とマスコミを操作した。日本国のマスコミに信念など存在しないと。彼らは米国の奴隷であると。米国の指示を受けたマスコミ各社は安保闘争を支持して次のように報道したと。安保報道、永久戦犯岸信介は安保条約を改定することで日本国及び軍国主義国家に日本国を再び軍国主義国家に引き戻そうとしていると。日本国民は民主主義を守らなければならないと。結局どうなったかというと、安保闘争は日本国政史上最大のデモに発展した。そして東大生神庭美智子が死亡したと。6月15日、これを機に岸退陣は決定的となった。すると米国は手をひっくり返した。米国は安保闘争を沈静化させる方向に転換した。この時使われたのもマスコミだと。米国は大手新聞社に7社共同宣言、暴力的手段を批判する宣言を発表した。これを機に安保闘争は急速に衰退していった。さて、右の動きをどう読むか。本書の立場からこうである。投資1、岸信介も米国も普通の日本国民のことなどは考えてないと。
投資に彼らは自分らの都合で権力闘争を行っていた。投資さん、彼らの権力闘争にマスコミ、米国の奴隷が利用された。投資4、奴隷のマスコミに日本国民は踊らされた。これは愚かな動きであると。右の動きは現代にも機能している動きであると。ここでは日本国の教育体制に絡めて述べておく。戦後日本列島に上陸してきた米軍は民主主義という観念を学校教育を通じて日本国民に刷り込んだと。その洗脳教育を受けた子供が安保闘争を主導した全学年だと。だが彼らは自分らが米国の手先となっていることに気づいてないと。そこにマスコミが民主主義の危機を煽れば、歌えば、世論などは簡単に操作できるというんですね。ムーさん、安保闘争も米国の先導だったのですが、いや、例の中東の一連のジャスミン革命等々を見てても、エジプトかチュニジアとか、等々見てても、最初は独裁者を打倒せよという街頭デモから始まって、数万人規模、数十万の規模になりますけど、最初の動きを捉えて、当然ながらアメリカの CIA 等々が中に入って先導するということで、全面的な衝突まで拡大させると。これウクライナの最初の大統領打倒の市民デモから始まって、最終的には新ソ派の大統領を追放しちゃったんですけど、あれもアメリカの CIA が絡んでたということで、今から思えばですね、いわゆる日米安保条約の岸信介に対する国会への30万とか40万人の大反対デモ、これは自然発生的な民主主義を守れと、日米安保条約を粉砕しろという、素朴な日本国民、労働者、市民、学生の戦いが始まって、それが CIA の工作によって、全学年が金をかあの北、加藤寺健太郎なんかも田中政権から金もらってたと後から分かりましたよね。あるいはマスコミが CIA がマスコミに使って世論誘導するということで、全部が全部ですね、 CIA が100万人の反安保闘争をでっち上げることは不可能なんですけど、でも人々が素朴に願う基地の安保改定は危険であるという自然発生的な動きを利用して、彼らはうまくですね、誘導していくということは確かだと思いますね。図録、日中貿易、日米貿易の推移、トヨタなどの中国進出企業は戦争になると追い出される、いいのかなと、ね、推奨図書、金融暴落から戦争に突入する、これは鈴木恵子さんの本ですね。ビルダーバーグ会議、EU 貴族会議の非公開の臨時会合で決定と、 EU 大統領誕生の裏と、朝日ネットですか。ミュウさん、こんばんは、今日もよろしくお願いいたしますと。そうですね、スラズキさん拍手ですね。サイグサさん、コンティニューコイン、スラズキさん、こっちはと、サイグサさん、コンティニューコイン、サイグサ、安倍は岸信介の亡霊と極の女政治家と共に戦争の出来事にしたと。70年間守られてきた牙城を一夜にしてバカな閣僚どもが全部ぶち壊してしまったということですね。砂月さん、お茶が3杯ですね。井上さん、高子さん、野党政治家も、これは今日のメインテーマですね。ということで、ですから、常に、民衆の自然発生的なデモなり、反対運動が、いわゆる誘導されると、
いうことに常に我々は気をつけないといけないということですよね。そうだったんですか。丁寧な説明解説ありがとうございました。ミュウさんですね。ミュウさんお茶ですね。指導、徳地さんコンティニューコインですね。当時の全教徒指導部はほとんど右翼に変身という。ああ、なるほどね。そうだよね。西部なんかはまさにそうでしょ。右翼でしょ。ミュウさんがお茶が3番ですね、ということです。そして今日のメインテーマですね、35分49秒ですね。閲覧102名様、計207名様、コメント53件ということですね。野党政治家も大手マスコミも学者も有識者も決して言わない日本と世界のタブー50と、その3、16から20ですね。16、米国は民主的な国でも自由な国でも平等な国でも博愛の国でもないと。過去の米国にも現在の米国にも民主主義や自由や平等や博愛などは存在しないと。存在するのは利権特権を享受する白人でピューリタンで高等教育を受けた一部の一握りのエリート特権階級だけで、彼らが独占的に享受する民主主義、自由、平等、博愛しかなかったんだと。米国の黒人やヒスパニックやアジア人や仮想白人にはアメリカンドリームなどは存在しないのだということですね。この米国は民主的な国で、自由な国で、平等な国で、博愛の国であるというイメージを世界の世論誘導したのはアメリカのマスコミであり、ハリウッドの映画であり、学者であり、評論家であり、特にテレビ、ハリウッドの映画の影響がすごい強いですよね。これが16、17、米国は略奪国家である。略奪で、米国での新教徒迫害を逃れ米国に移住してきたメイフラワー号の乗客乗員130名は66日間の航海で目的地から大きく外れて1620年11月にケープコッド湾に到着し越冬したと。冬の間乗員らはメイフラワー号の船内で過ごし、壊血病とか肺炎とか結核などの病気が発生して、その冬を生き延びたのは約半数の53名で、乗員、乗組員も半数が死んだと言われると。で、彼らは先住民が冬の間残していった越冬用のジャガイモを盗んでかろうじて生き延びたんですね。でも先住民への恩をあだで返して、彼らは一旦定住すると開拓民として西海岸に向け移動し、その都度先住民の土地と資産を略奪し、数百万人を虐殺して、米国という国を建国したんだと。だから米国の建国というのは先住民の土地と資産の略奪と虐殺によってアメリカの国というのは建国されたんだということが、とんでもない意味なんですよね、元々が。でもハリウッド映画で、小さい頃アラモの戦いなんて言って、凶悪なインディアンがアラモ砦に、立てこもって最後まで徹底抗戦したジョン・ウェイなんかの英雄を称えて、まさに先住民インディアンは凶暴で、残酷で、犯罪者だという映画を垂れ流してて、僕らは何も分かんないですからね、子供ですからね、子供の洗脳ですよね。で、あ、そんなもんかというふうにずっと洗脳されてきたんですね。ですから、ユダヤが買収して作ったハリウッドの世論誘導、洗脳誘導というのは非常に効果があるということですよね。そして今はテレビですかね。
で、18番、米国は戦争のたびに軍需産業と国防総省、ネオコン戦争家が儲かる戦争国家であった。で、戦後のに米国は10年に一度大きな戦争を繰り返してきたが、アフガニスタンとイラク侵略戦争以降、戦争が中期化し、常に戦争している状態にあるということで、まあ、戦後は朝鮮戦争ですよね、1950年。死者数は500万人と言われてるんですね、両方で。ベトナム戦争、これは15年続いてるんですね、1960年から。双方で820万人の戦死者と。で、3番目、イラン・イラク戦争。これはまあ、アメリカ直接介入してないんですけど、背後で、煽ってたと。おそらくイラクのフセインを援助して、武器援助、資金援助して、当時のイスラム原理主義のイランをと対抗させるという意味で、同じような構図だったんですね。アメリカの軍需産業と国防総省ネオコンが背後にいたと。で、双方で100万人が殺されたと。それから湾岸戦争ですね。これはまさにフセインを、いわゆるクウェートにフセインが侵攻してもアメリカは干渉しないよという嘘の約束を当時の駐イラクアメリカ大使女性がそそのかしたんですね。で、それを真に受けたフセインがクウェートに侵攻しようと。そしてクウェートでアメリカが介入してフセインのクウェート侵略を阻止したと。ということで、これやったのがブッシュの父親ですよね。ただブッシュの父親がフセインを徹底的に叩くということをしないで途中で辞めちゃったんですね。それが1990年。そして例の911のでっち上げを口実にしてアフガニスタン侵略戦争2001年で50万人殺されていると。それから2003年にイラク侵略戦争、これは100万人殺されていると。で、現在も内戦状態続いているんですね。アフガニスタンも現在も続いているということで、15年戦争なんですね。それで2014年から対イスラム国という有志連合の戦争が続いてて、シリアでの死者数は内戦ですでに30万人になっているということなんですね。ですからアメリカは戦争を常に行っている。そして、戦争をして、人が殺されるたびにですね、アメリカの軍需産業と国防総省ネオコン戦争派が儲かるという戦争国家であるということですね。ワースプ、そうですね、米国ホワイトアングロサクソンプロテスタントが頂点の差別社会ですね。まさにそうです。ワースプって言うんですかね、まさに略奪国家と。ソルジャーブルー1970、ジャーマントレイラー、シカゴさん、野坂昭之さんが亡くなったみたいですね。85歳、死の4ヶ月前に綴った安保法制と戦争への帰還、安倍政権は戦前にそっくりと、国民を騙せるなと。リテラーですね。石森さん、お茶ですね、配信ありがとうございます。スプートニック日本、安倍首相の公式サイトが10日ハッカー攻撃が原因とみられ、完全なアクセス不能状態。そうなんだ。菅官房長官がこの情報を確認ということで、面白いですね。米による火事場泥棒、浜田議員、米はウクライナ支援と言いながら火事場泥棒という、服部さんどうか、ということです。から19番、ね、米国は外交する 外務省を持たないと。米国が持つのは内政の延長で米国の利益のみを追求する国務省であると。アメリカには外務省ってないんですよね。国務省なんですね。
アメリカ以外は大体外務省っていうのを持ってて、いわゆる平和的な話し合いの中で、お互いの国の利害調整をするというのが外務省なんですけど、アメリカにはないんですよ。なぜか国務省なんですよ。デパートメント、ステートデパートメントっていうのかな。で、国務省がするのは、相手国との交渉ではなく、直轄部隊 CIA を使って相手国を脅かすか、買収するか、攻撃して破壊するか、どっちかしかないという、とんでもない国なんですよね。誰も言わないですね。アメリカになんで外務省ってないんですか。なんで国務省なんですか。国務の延長でしか外務はか、あの、外交は考えてないと。こういうことを指摘する人はほとんどいないですね。から20番目、米国は宗教国家であると。で、米国大統領が大統領就任式で、キリスト教の聖書に手を置いて、以下の宣誓をするんですよね。私は米合衆国大統領の職務を忠実に遂行し、全力を尽くして合衆国憲法を維持、保護、擁護することを厳粛に誓うと。だから合衆国憲法を維持、保護、擁護することを誓うというんですけど、でもなぜか合衆国憲法の上に手を置くんじゃなくて、聖書なんですね、キリスト教の。そして最後に、So help me God、神よ、将来あれと必ず付け加える。これは一体何なんだと。で、米国内には多数派のキリスト教徒以外にも、イスラム教徒や仏教徒やユダヤ教徒がいるわけです。本来であれば、聖書じゃなくて、国の最高法規である米国憲法に手を置いて宣誓すべきなんですけど、誰も文句言わないんですね、これね。で、2001年9月11日の911、米国同時テロを自作自演で実行したネオコン戦争派ブッシュ前大統領は、キリスト教原理主義福音派の熱狂的な信者だったんですね。彼は何度も事業に失敗し、その都度、実力政治家だった父親、ブッシュ元大統領に助けられた人間で、最後にはアルコール依存症になったが、どん底から救ってくれたのが、キリスト教原理主義福音派の教えだったと、彼自身言ってんですね。で、米国民の4割、1億2000万人、4割っていうか、そうだね、3億だから、1億2000万人が、キリスト教原理主義福音派の大嘘。1、この世と全世界は神が1週間で創造した。2、人間は生まれながら原罪を背負っていると。3、神を信じる者が邪悪な廃墟者との最終戦争で勝利し、神が降臨して、平和な世界になると。ハルマゲドン神話を信じているカルト宗教国家なんだということなんです。じゃあ今日のマイナス、あ、10、16番目から20番目はアメリカ。がとんでもない国だと。こういうことですね。16が、米国は民主的な国でも、自由な国でも、平等な国でも、博愛の国でもないと。17番目、米国は略奪国家であると。18番目、米国は戦争のたびに軍需産業と国防総省、ネオコン戦争家が儲かる戦争国家であると。19番目、米国は外交する外務省を持たないと。20番目、米国は宗教国家であるということで、今日のメインテーマですね、でした。どれだけ民主的、どれだけ民主的に選ばれた政府がアメリカに潰されてきたかと、そういうことですよね。だからアメリカという存在がなければですね、世界の不幸の、まあ私70%って言ってたんですけど、もっとですよね。90%ぐらいが解消されるんじゃないですか。アメリカという国がなければね。とんでもない国なんですね。アジェンデ、最後の演説、チリクーデター。アジェンデさんですね。1973年、9.11ですよ。これはニクソンとキッシンジャー、CIA とチリの極右軍人、が結託してクーデターを起こしたと。これが9.11なんですね。
ですから2001年の 9.11 もこのアジェンデ社会主義政権をクーデターで倒して殺しちゃったという彼らにとっては記念すべき日なんですね、 9.11。 そしてそれを日本の小泉純一郎は2005年の 9.11、 2006年か、例の郵政選挙に使ったんですね、9月11日、どういうことです。ピノシェとかチリの極右軍事ですね。それで、アメリカはクーデターで、軍事独裁政権を登場させたチリで早速ですね、70年代に、シカゴ大学でノーベル経済学賞を取ったフリードマンの唱える新自由主義経済政策という、政府の介入を、国家の介入を極限的に少なくして市場の原理に従うといういわゆる新自由主義ですね、市場開放、それから自己責任、規制緩和、それから民営化等々を実験的にですね、導入したと。そしてシカゴ学派の連中がチリに乗り込んで、主導したんですね。で、最初の 2,3 年はいいわけです。外資がと投入されて市場が活発化するんですけど、当然ながら弱小なチリの地場産業が全部なくなっちゃうんですね。そうするとアメリカの外資がほとんど市場を独占するということで、そうすると価格競争ないですから、どん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 値上げすると。電気だろうが水道だろうが、生活に不可欠な公共料金、あるいは食料品等々を全部ものすごく物価高に意図的にされるんですよね。そうすると当然国民生活は破壊されて、結局失業者がたくさん出て税収も落ち込むということで、まあ、アルゼンチンなんかも含めて、国家破綻まで行っちゃうんですね。で、だいたい1970年代はアメリカの裏庭である中南米でこのように独裁軍部と協力して、クーデターで、合法政権を倒して、その後新自由主義の経済政策を強行導入したと、こういうことがことごとく失敗したんですよ。それで、その反省で、今でも中南米諸国で、メキシコとからコロンビア以外は反米左翼政権が握ってるんですね。で、その情報が大手マスコミで世界的にその新自由主義経済政策は破綻すると、失敗、誤りの経済政策であるという教訓がですね、全然共有化されなかったですね。衆さん、宮崎は結構な量の降雨ですということで、そうなんだ。ちょっと明日あたり、こちらも明日か明後日、西からこう天気っていうのは来ますからね、雨になるんですよね。シカゴさん、ポンド空売り行動でフランク内はゲットでフリードマンとスティングを破門と。小沢さん、そうですね、フリードマンはそうなんです、ポンドの空売りをしてたんです。で、小沢さんは同じ、シカゴ大学の経済学の教授で、フリードマンの新自由経済に真っ向から対決してたんですね。 K さん、コンティニューコインですね、土砂降りですと。スマズキンさんとも土砂降りなんだ。修二、星野さん、お茶ですね。それから笹生さん、ワールドフォーラム代表、夏季公演、お茶を飲んで毒殺されたと。
あ、そうなんだ。お茶を飲んだんだ。三井さん、お茶ですね。毒殺された笹生氏が代表の団体が鳩山市長の講演開催で検討していると。あ、同じなんですね。ワールドフォーラムなんですね。ずっと続いてんだ。ということですね。いうことです。今日のトピックス、軽減減税は愚策と、民間税調が与党の税制協議をめった切りと言いかねない。こんなのは来年の7月の特に公明党創価学会の信者700万人とか750万人を買収するためのでっち上げですよ、こんな軽減減税の。これを大手マスコミはあたかも庶民に向けたご褒美だというふうなバカなことをしてて、だから例のあの昨日、おとといか、私数字間違ったんですけど、1人3万円で1250万人ってことは3兆7500万じゃなくて3750万人ですね。50億円ですね。3800億円ということでちょっと訂正しますけど、計算間違いしましたけど、3800億円の税金を使って、1250万人の票を買収するというのと全く同じですよ、これ。特に、創価学会、公明党創価学会の支持者に対して、自民党、いつものあれですよね、自民党の、かたくなな、軽減税に対する態度を、公明党が頑張って、1兆円まで、頑張って獲得したんですよっていうのを、彼らは、公明党のおかげで、3000億円だった規模が1兆円まで、軽減税率が拡大したのは我々のおかげですよというパフォーマンスを作るために、やらせて自民党と一緒にやってるんですよね。けんけんがくがくなんていうのは最初だけで、結論ありきですよ。これに騙されちゃいけないということですよね。こんな税率 8% あるいは来年ですから 10% になるということ自体をもう完全に消費税全廃ですよ。我々がやるべきことが消費税 8% だと 1% 2兆円ですから16兆円どこでも出てくるんですよね。16兆とか20兆っていうのはこれはまあ明日のあれで財源はもう豊富に出てくると。いわゆる我々が望む、我々が望む来るべき市民革命政権が樹立したら1000兆円ぐらいのお金は出てくるんですよね。例えば460万人の世界一の高給、世界一の労働条件、世界一の退職金、世界一の年金で厚遇されている日本の公民、それのを平均給与750万円を半分にすると。だから460万人なんかいらないよと。半分にすると。そうすると30兆とか40兆出てくるんですよ。あるいは大企業が社内留保で貯めてる350兆円の内部留保に対して、75% の課税をするということで外に吐き出させると、あるいは140兆円ぐらいに積み重ねたアメリカの財務省米国債、これを売り払うと、あるいは宗教法人に対して課税すると、あるいは法人税を累進課税として最高 75% にすると。だこれはノルウェーは財政赤字ないんですよね。財政は黒なんですね。なぜかというとノルウェーが持ってるいわゆる北海の油田を採掘し、生成し、販売するという北海油田企業、油田会社に対して最高税率 75% の課税をしてるって、税金が豊富で、
潤ってると。だから赤字じゃないですよ。黒字なんですよ。あるいは、所得税も、かつてみたいに 75% まで累進課税すると。あるいは、特別会計を一般会計すべて透明にして一般会計と一緒にするということで、亀井さんが言ってた2、30兆が簡単に出てくるよと。そういうことなんです。それと、一番最大のものは、私がずっと言ってますように、無からお金を生み出す壮大な、いわゆる、からくりですね。準備預金制度と。他人のお金の 1% を日銀に預託すると、民間銀行にその瞬間に、預金額の100倍の余信が与えられて、民間銀行は借り手を見つけて、毎月返済させると。利子付きで。そして何年か経つと、例えば100万円私が預けたと。その 1% に1万円を預託すると。と日銀は100万円の100倍ですから、1億円の余信を民間銀行に与えて、民間銀行は借り手を見つけて、借り手に毎月、年金で、元本の一部とから利子を払わせると。すると何年かすると、借り手全部が、借りた金額、元本をすべて返済し、かつ利子を払うと。それを払うと、民間銀行は最初の余信として、通帳マネーとして、幻のマネーでしかない、1億円を全て現金化して、かつ利子収入を得るというのが、この準備預金制度というんですよね。これは誰も言わないんですけど、この準備預金制度自体をもう廃止すると。だから民間銀行いらないということなんですね。それから政府には勝手に赤字国債とか建設国債とか国債の発行権を政府から取り上げるということで、で、財政赤字になったら、日銀に円をすらせて、直接政府に利子なしで、手数料だけで、政府に貸し出させると。あるいは個人にも貸すと。民間企業にも貸すと。日銀がですね。あるいは政府にも貸して、地方自治体にも貸す。そうすると民間銀行っていらなくなっちゃうんですよ。あんなもん。で、そのことによって、今1167兆円の国の借金として国民一人830万ということで脅してですね、国民一人一人赤ん坊含めて830万円もの借金があるんだよと、あんたたちが払わないといけないんだよという世論誘導されてますけど、そんなものはこの間の歴代の自民党政権と、それから財務官僚と、それと日銀の金融官僚と、それからメガバンクの経営者、彼らが勝手にですね、国民のにツケを回す、そして常に借金にして、いわゆる消費税を上げる口実にするということですので、特別会計の中に、全額移管して、すべて利払いとか元本の払いを停止するということでいいんですよね。で、そんなのはチャラにするということですよ。そして、国会の中にこの国の借金、責任者追及委員会というのを設けて、誰がここまで勝手に国民資産の国民資産をここまで借金化したかという徹底的な追及をして、そいつらを特定して逮捕し起訴し、身ぐるみ剥いで、刑務所に送るということをすればいいんですよね。そして、中央銀行から円を勝手にすんだということで、国会に全ての決定権、運営権を与えると。で、国会が決めた、いわゆる GDP の予想額をベースにして、今年は50兆円足んないということで、50兆円だけすらせるという道に。そしてそれを政府、個人、地方自治体、あるいは企業
に貸し出すということで、経済がうまく回るということなんで、まあ、私がピケティ理論に対して山崎理論としてほっといてもいわゆる 5% の経済成長というのはあるんだよと、そのうちの 4% をいわゆる金融マフィアによってかすめ取られてるから、結局は経済成長率 1% で残らないんだよという世界に戻るんですよね。そうするといわゆるユダヤ、ロシアの国際金融マフィアが力の源泉としてたこの信用準備預金制度自体がなくなるということになると、彼らの金融支配力がなくなるんですよね。そうすると彼らがその金融支配力、金融権力を持って、軍事権力あるいは宗教権力に影響を与えることも影響がなくなるということなので、世界全体が劇的に良くなるということなんですね。私現在派遣低収入につき元国家公務員の父親が建てた家に住居住して一人無事エレファントです。まあそれはどん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 あれですよ。利用した方がいいですよ。コンティニコイン砂ずきんさんですね。2枚ですね。準備預金制度の詐欺、銀行の詐欺システムより分かりやすくということですね。これは重要ですよ。 ODA 還流、企業献金目的、安倍お仲間主導、アサド政権はこれもひどいですね。これは西日本新聞がスクープで、報道したんですね。他の大手は一切沈黙と。そうですね。あと日刊現代が後追いしてるということですね。今の世の中の3万円の価値って円安物物価のせいでもありますし、円安物価高のせいでもありますし、だから3万円もらって騙される人が多いってことですかね。クロスロード、だから3万円もらって、安倍政権打倒闘争に、使ってもらうということでいいんじゃないですかね。クロスロードさん、お茶が5杯ですね。配信ありがとうございます。よろしくお願いします。から、修二、星野さん、お茶が3杯ですね。土砂降りですということですね。天候がなんか悪くなってる。ピケティより山崎理論素晴らしい日銀国有化ということですね。だからピケティさんのは結局結果を原因としてやってるって、肝心な準備預金制度とかあるいは銀行の詐欺システムとかっていうのは彼は一切言ってないんですよ。分かってるんですよ。あれほど頭いい人です。でもあえて言わない。言ったら大変だということであえて言わないですね。砂ずきんさん、ちょっと外出に駐座しますと、こんばんはですね。ケティ、腐敗した銀行制度、カナダ12歳の少女に公園ミラーと。これはこのいいですね、彼女ね。世界の支援発行権が民間企業のイカ様、信用創造のイカ様、スライブ、生まれた時から借金を背負わされていると。これはあれキリスト教福音派の生まれた時から原罪を背負ってるのと似てますね。からこんばんは、太郎吉さんですね。これは日刊現代のあれは URL 貼り付けますかね。これだ。軽減税率は愚策と。めった切り。民間税調。だから大手マスコミの報道っていうのは本当犯罪的だよね。買収に手を貸してると。世論誘導そのものですよね。ピケティ、21世紀の資本は、通貨発行権と信用創造特権を問題にしないため抜本的な問題解決にならない。天野さんですね。そうなんですよ。結論を原因にしちゃってるから。
から干されてもめげず、これはなかなか面白いですね。石田純一、覚悟のスピーチ再録ということで、彼なんか頑張ってますよね。で、いうことがすごい まともなんで、ぜひ読んでもらいたいという、日刊現代かな。干されてもめげずに訴えるという、ね、そうです、これですよ。干されるということは経済的に窮地に追い込むという、ね。だからそれでもめげずに自分の信念は通す、私は政府に830万貸してる庶民に一人ですが、返してもらわなくて結構ですから、消費税と特別会計をなくしてくださった。ワト・クムさん、いや830万円を貸してんじゃないですよ。830万円を国に借金してるんですよ、借りてるんですよこれ。だからそのうち830万円返せというふうに国は言ってくるでしょ。返さないとあの物を差し押さえるぞとかね、銀行の預金残高を抑えるとかね。貸してるじゃないですよ、借りてるんですよ、逆ですよ。金持つと悪いことを考え、さらに儲けようとすると、資金源を断ち武器も与えず世の中の捏造戦を封じるという、そうですね。だから金持ちは政治家にさせるべきじゃないというのは確かなんですよ。金融悪魔とよく言ったもんだと。提言前日は愚策、これシカゴさんですね。それから、コラム、言論を封じ込める独裁国家という、これどっかというと、ハンギョル新聞ですか、韓国なんですね。パククネはもう親父以上の独裁者になっちゃったという、とんでもない独裁政治を行ってるみたいですね。なんか民主労組の委員長がお寺にか逮捕されるっていうんで、避難したと。でそれを韓国の警察は6000人ですよ、6000人がそのお寺を包囲して、突入する寸前までいたと。こんなのある、一人のために6000人を動員するっていうのは何なんだと。言論封じ込め独裁国家、ハンギョル新聞という、これはひどいですね。パククネいい勝負ですね、安倍晋三と。彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声を上げなかった。私は労働組合員ではなかったから。そして、彼らが私を攻撃したとき、私のために声を上げたものは誰一人に起こってなかったという最後です。そうですよね、ナチスが我々を攻撃したときという牧師の、あれと同じですね。最初共産主義者を攻撃したけど、私は共産主義者でなかったから何もしなかった。次に社会主義者を攻撃したけど、社会主義者はなかったから、ね、何もしなかった。次に、ユダヤ人とかマスコミとか等々を攻撃したけど、組合、私は何もしなかった。最後にナチスは教会を攻撃して、私は牧師だったんで、戦ったらもう遅かった。国債貸してるとは国債を買ってるという意味なんです。国債を買ってるっていうのはメガバンクですよ。国民は、まあ、個人国債買ってる人はいると思いますけど、ほとんどがメガバンクが買ってるんですよ。でそのメガバンクが買った国債を日銀が買い入れてるという、何なんだと。山崎さんより以下教わるということで、お茶ですね、最大宮さん、お茶です。それから正論チャンネル坂田、これは古いですけど、2014年12月5日のリテラ、小石川慎一という人が書いた正論チャンネル桜田も売り出し中の元外務省論客はユダヤ陰謀論者だったという、このあれは間違ってますね。この論評は、その外務省の元のウクライナ大使の何ていう人、馬淵睦夫さんという人だ。
彼が、まあ、ウクライナ大使だったんで、ウクライナのいわゆる一連の騒動というのは仕掛けが要するにアメリカ CIA であるというまともなこと言ってますよね。でもこのマルシさんがそういう陰謀論的なことを発表する場が正論とかチャンネル桜とかいう極右のメディアなんで、そこが間違ってんだよね。でも彼の言ってることはユダヤの陰謀論、ユダヤ陰謀論として一言で片付けてる、このリテラの論評っていうのは間違ってますね、これね。これちょっと読んでください。それから、今日の重要情報、インタビュー、不平等の革新は賃金格差、若者が怒り、韓国社会を変えねばということで、ハンギョル新聞ですね、インタビュー記事ですね。あ、シカゴさんが、そうですね、独裁国家。チャンネル桜は飽きませんわという、飽きませんよね、こんな極右の。出る場所が違うんですよ、発言する場所が。インタビュー、ハンギョレ。だから韓国の若者が立ち上がると、怒って立ち上がると。だから日本の若者がようやくシリーズで戦争法案反対で立ち上がったと同じように、韓国の若者も賃金格差、不平等、革新は賃金格差、若者は怒れと、社会を変えろという記事ですね。それと最後に今日の注目情報、これもあのリテラですけど、松坂妃の代弁者といわれる皇室ジャーナリストが明かした皇太子妃を辞めると発言と不妊治療の真実ということで、これはなかなか面白い記事ですね。要するに雅子さんがなぜ統合失調症をもう10年以上患っているということと真相に迫ったことで、かなりこの彼女のいわゆる人権なり人格を否定するような批判が宮内庁から出てるんですね。だから宮内庁なんていうのはもう解体すべきなんですよね。あんなわけのわかんない、何のために存在するかってわかんないような宮内庁。結局あいつらはこの象徴天皇制、戦前の天皇制が名前を変えて存続しちゃったと、それに、救ってる寄生虫でしょ。だからあいつらおそらく宮内庁が170億円ぐらいの予算持ってるんですよね、宮内庁全体で。それと天皇とか皇族が60億円かな、全部で220億円ぐらい経費でかかってるんですね。いらないですよ天皇制なんか。だから私言ってるのに、雅子さんが本当に統合失調症の精神的な病気から解放されるのは今の環境から脱出するしかないと。だから皇太子が、まあ、雅子さんを口説いてですね、あなたは皇太子妃になっても皇室外交ができるからという殺し文句で騙して彼女を嫁にもらったんですけど、できこないですよ。で、皇室外交どころか早く男子を産めという圧力のもとで、彼女は違うんじゃないと、話は違いますよということで悩んだんですね。ですから、まあ、約20名いる天皇皇后を含めた皇族20名の基本的人権というのは一切ないんですね。法の下の平等も保障されてないと、職業の選択もないと、住居移動の選択もないと、皇室離脱の選択もないと、国籍離脱の自由もないと、何もないんですよ。日本国憲法が国民
一人一人に保障している自由とか基本的人権に関しては20名の皇族に対しては一切、適用されないというとんでもない状況になってですね。ですから皇太子があるいは天皇がもうこの代で私の代で、この象徴天皇制の天皇制はやめますと。で皇族会議を開いて全員一致で、皇太子も後を継がないと言ってます。で皇太子は皇太子で、3人が普通の生活に戻れれば政子の病気も治るでしょうというふうに一言言えようって言うんですよ。ケント・ビルバート宣教師まで突然ネット用になったのは背後に右翼人間とビジネスのリテラか。なるほど。明治維新以来のタブセシステム自体おかしいですと。そうなんです。だから今の、いわゆる明治天皇、大正天皇、昭和天皇、平成天皇すべてでっち上げ天皇ですからね。いわゆる孝明天皇とそれから本来の明治天皇が2人とも殺されて、そして、タブセ村出身の大物虎之助という15歳の少年に差し替えられて、でそれが明治天皇としてずっと続いてきて、でその天皇2人を殺して差し替えちゃったという大罪を犯した伊藤博文自身が大日本帝国憲法明治天皇をでっち上げて、この大罪ですね、天皇2人を殺して、しかも大物虎之助を差し替えちゃったという日本の最大のタブ大犯罪を絶対ばらせないようにというために天皇を神格化しちゃったんです。で天皇に関しては褒めようが批判しようが絶対国民は口の端に上らせないというために、大日本帝国憲法はできたんですね。それで天皇教に、国民全体を強制的に、洗脳して、それで、有無も言わさず侵略戦争に動員したと。そして、320万人の日本国民を殺し、かつアジア太平洋諸国の5000万人を殺した大犯罪人なんですね。それが昭和天皇ですよ。でその昭和天皇の息子が今の平成天皇ということで、おそらく父親の戦争犯罪を彼は知ってるんですね。でそれを少しでも自分の方で、慰問という形で、父親の犯した大犯罪を、戦争大犯罪を少しでも自分が、なんていうんですかね、異例の旅を続けることによって癒されるんじゃないかと。でも無理ですよね。元宮内庁に勤めてるからが聞きましたと。美智子ほど意地悪な人はいないと。上品そうなおばあさんなんです。そうなんですね。だから美智子さんから相当いじめられたんじゃないかと、雅子さんは。それのショックとか、あるいは宮内庁職員の、おそらくそうでしょうね、美智子妃ほど意地悪な人はいないとだと思いますよ。表向きはなんか上品で、全て分かっているような顔してますけど、ダイアナ妃は離婚できたけど暗殺されたという。そうですよね。雅子さんは水俣病窒素社長の孫にして創価学会の自己文書にされないと。創価学会なんだ、そういう噂がありましたけど。エレファントムさん、皇室離脱の選択もないんですかと。離婚もできないんですよ。そうです、何もないですよ。あそこはお金だけ、予算でやって、あとは取り巻きにがんじがらめに自由を束縛されているとこういうことですね。背景、これはケント・ギルバート。ダイアナ妃は離婚できた、これは言いましたね。それを聞いたことあると。そうでした。天皇家のせいでおじさん戦死しました。そうなんですよ。だから戦争と宗教っていうのは原爆と原発と同じように必ず表裏一体なんですね。
宗教で洗脳して戦争に動員するということの繰り返しでしょう。西郷さん、山崎さんの皇太子の固執論、離脱論、いいお話です。まさかのことを知ったら、さぞお喜びのことで病気になるでしょう。だからあの環境にいれば絶対治らないですから、皇太子は雅子を守るというふうに宣言して、口説いたんだから責任取るよということですよね。ケントの講演広告がネット上で目障りなくらい出てるのは、そうなんだ。突然登場したね、彼ね。恐ろしい国だと。スパイ、岸信介の先祖から孫、安倍晋三に続く外国のタブセシステムと。幸子さん、コンティニューコインですね。311までまんまと騙されてきたという。そうなんですよ。みんな騙されてきたんですよ。公文書 の日本人スパイ、CIA スパイということで。シカゴさんですね。ということで、85分57秒ですね。閲覧114名様、計335名様。コメントが128件ということですね。ということで、今日の放送はこれで終わりです。今日は木曜日ですね。明日金曜日ですね。まあ、6時半ごろをめどに、放送開始したいと思いますので、またよろしくお願いします。指導、徳さん、パチパチパチですね。ということで、お疲れ様でした。ライブ終わりです。